ブロンクスパークイースト駅はニューヨーク市地下鉄 IRT ホワイトプレーンズロード線の駅である。ブロンクス区バンネストとペラムパークウェイにまたがるサガモアアベニューとバーチャルストリートの交差点に位置し、2系統が終日、5系統がラッシュ時混雑方向のみ停車する。駅は1917年3月3日の IRT ホワイト クレーンズロード線177丁目駅東219丁目駅間の延伸開業と同時に開業した。相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有した2面3線の高架駅で、急行線を走る定期列車はない。駅の南側では IRT ダイヤーアベニュー線が合流するため、駅ホーム南端からは東側にダイヤーアベニュー線の線路を望むことができる。 次の東180丁目駅との間には東側にユニオンポート車両基地が、西側に東180丁目車両基地が位置している。駅には2006年にカンジダ・アルバレスにより制作されたアートワーク B is for バーズ・イ in the クスが設置されている。出口は駅の中央に位置しており、サガモアベニューとバーチャルストリートの交差点北東、北西。 南東の3カ所に一つずつ階段が接続している。Wikimedia Commons には、ブロンクスパークイースト駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。